今回は星野リゾートトマムで楽しめる夏のアクティビティについてご紹介しようと思います。予約はタワーから歩いて2分ぐらいのところにあるアウトドアセンターで全てします。着いた初日はチェックインできるまでの間ラフティングを楽しみました。対象年齢が3歳からのファミリーラフティングで所要時間は約3時間15分。大人は6000円、子供は4500円となります。新型コロナウイルス防止の観点から、日本最大級のインドアウェーブプール、南田ビーチを貸し切ることができるようになりました。幅30メートル、長さは80メートルあり、ジェットバスや子どもプール、シャワー、ロッカーもあり、浮き輪やライフジャケット、スタンドアップパドルボートも提供してくれます。期間は2020年7月から10月までで、時間は8時から10時。各階1家族1組までで、料金は3万182円、税別となります。波も小さい波、大きい波の指定ができ、波を動かしていただくことができます。翌日は熱気球体験をしました。大人は2500円、子供は3歳から12歳までが2000円となります。営業期間は7月1日から10月10日まで、所要時間は約5分のフライト体験となります。高かった結構。トマムのファームで採れたミルクを使った自家製のソフトクリームやトマシェイクを楽しむことができるミルクスタンドです。そして次に向かったのは、お気に入りのスポットを見つけたらカートを止めてゆっくり過ごすこともできるカートドライブです。カート1台1時間3000円で5名まで乗車することができます。牧草ロールや牧草ベッドがあり、大自然を生かした写真を撮ることができます。
本物の羊を数えながら昼寝を楽しめるスポットの羊とお昼寝ハンモックです。この日は北海道もかなり暑かったので、羊は全員ウッドデッキの下にいました。トマムの夏を家族全員で楽しむことができました。